吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。ここは小田急の町田駅です。今下り電車が過ぎていきました。ちょうど駅に止まっていきましたが、また上り電車が出ます。そして信号表示を見ますと、また続いて下り電車がやってきます。急行電車が今入っていきましたので、次の電車、この普通電車が入ってくるのか、あるいは特急電車が入ってくるのかだろうと思います。上りの急行、快速急行が取っていきます。快速急行というのは小田急線の中で急行よりもよりこの停電機が少ない急行です。さて、この標準次の電車は何が来るでしょう。町田、小田急町田駅第一運転機最初の運転になります。この駅のところの表示です。遮断機がたびたび降りるので有名なこの運転です。下の電車が間もなくやってくると思います。ちょうど今右側方面にやってきました。この各駅停車、片瀬、江ノ島駅がやってまいりました。おそらくこの電車としましては、この路線の中で考えますと、鶴川方面でこの急行電車が追い越して、ここに各駅停車が入ってきたのだろうと思います。終わります。ちょうど町田駅の構内に入ってきました。終わります。